果実のない森は、松本清張の長編推理小説。黄色い森のタイトルで、婦人画法に連載され、1964年10月に公文社から刊行された。上流階級の気風を漂わせる謎の女性の周囲で、起こる連続殺人事件を描く、サスペンスミステリー。1965年に、大英系で映画化されている。2017年に、 テレビ東京でドラマ化された退屈な生活に飽き飽きしていた梅木隆介はドライブ帰りの途中で一組のカップルを拾った芳順で古悪的な魅力をた,たえた美しい女性と品のない中年男の不思議な組み合わせに梅木は好奇心を起こす車の中に落ちていた万葉集の総門家が刻まれたペンダントの返却を口実に梅木は 女性の正体を突き止めるべく追跡を始める。その結果、原宿近くの高級アパートに住んでいることを知るものの、女を例の中年男から取り上げようと次の展開を睨んでいた矢先、女性はアパートから姿を消してしまう。普段の女性が戦前からの上流階級とつながりがあることを知った梅木は、彼女が参加したデザイナーの新作発表会の 出席者から手がかりをつかもうとするが、なぜか関係者はひどく冷たい態度を示す。調査が壁に突き当たったかに見えた中、箱根で発見された殺害死体の主に驚く梅木。やがて、それにとどまらず、問題の女性に近づいた男が続々と開始を遂げていることがわかり、梅木は一層強い興味を惹かれていくが、小説後半の舞台となる、 柳石1965年1月23日公開。制作は大英東京撮影所、配給は大英。他、東山の之主演のスペシャルドラマとして、テレビ東京系で2017年3月29日21時に放送された。AB、ストーカー東山の之松本成長ミステリーで妖艶美女を今足盗撮。スポーツ放置。 http:///hod.cojp.entertainment.2017126.ht5196.html2017 HT 年1月27日。閲覧。柳井市古市。金谷伝統的建造物群保存地区柳井市。ホームページ。www.city-ianai.jp。 2019年11月2日閲覧、ありがとうございます。